ナメル、ナマー、ナメルはイスラエルのイスラエルエアロスペースインダストリーズが開発した試作戦闘機。1980年代後半、クフィルのアップグレード版としてキャンセルされたラビの技術を組み込んで開発されたプライベートベンチャー機である。当初、クフィルの原型機にあたるミラージュ3とミラージュ5のアップデート計画として報道された。エンジンは ミラージュ3のスネクマーターのままで、下記完成レーダーを LM-2011、M、または LM-2032 に更新する空対空型か、エンジンをより、高性能な新型のゼネラルエレクトリック海404へ換装する、航続距離、飛行性能向上型の提案であった。計画が進み、機体を新規に製造し、L M-2032 レーダーを標準装備として、エンジンは、顧客が、スネクマ M53、回404及びその派生型のボルボ RM12、ラビにも採用された、プラットホイット 2PW1120 から、選択する形式となった。回 -16 シートミラージュ2000を主要な、強硬機とし、その半額で販売できるとしたナメルは、 最低80機の受注により生産を開始する予定であった。しかし、結局は受注を得ることができず、ラビと同様に計画は中止された。外見はクフィル C7 に似ているが、機種が長く、微翼下方の動作ルフィンを書くことで識別できた。出展、諸原性能武装 AB、イスラエルプリポゼス P、V ファイター、フライトインターナショナル、 http://www.flightglobal.com/.pdfarcahiv/.pu/.1988/.1988%2020 万 2169html2015 年6月5日閲覧。あた、QK50 との比較では、エンジン単体での出力や、 燃料消費率こそ若干上回る程度だが、回404は、あた、シリーズより一回り小さい機材であり、乾燥重量は2、3程度に収まり、全長も2メートルほど短い。このため、出力重量比などでは大きく買っている。AB、ファーストフライトフォ for i s r S, ナマーファイター、フライトインターナショナル。 17http www.flightglobal.com pdfarcahiv e ラッシュ u ス1991 1991% 20 20 10 1043 html 2015年6月5日閲覧ありがとうございます